はい、どうも、ファイナルファンタジー7続けていきたいと思います。上に登るところですね。準備はいいか？この壁を越えちまうと簡単には戻ってこれねえぞ。行きましょう。壁越えしましょう。お前、これが終わっても何でもや続けんだろ？そのつもりだ。合ってると思うぜ。それわかる。最初はよ、不愛想、気取りや過剰な自意識、いけつかないやつ堂々一位だったが、さすがに分かってきた。本当のお前は違う。そうそう、本当は優しいよね。子供の頃は気づかなかったけど。そんなものもしあっても戦場では役に立たない。いや、邪魔だ。ま、神羅に優しくする必要はねえけどな。エアリス、待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。壊す悪い奴らをぶっ潰す。お姉ちゃんを助けて絶対帰る。行くぞ。ここは7番街か。プレート断面、そうだね。上から落ちてきて、こりゃいつどこが崩れてくるかわかんねえぞ。すごいな。大丈夫、大丈夫だから。一応人々はいるんだね。こう立てそう。やばいんじゃないか。こっか。でも避難できないか。またかよ。なんでこんなことに。マジで今危ない状況だよな、この写真。お、誰だ。この先はもっと危険ですよ。助けたい人がいるの。後悔しますよ。俺たちは特別だ。忠告はしましたよ。うわ、やばいな。上からめっちゃ落ちてきそう。あ、待って。あ、こっちか。ジャンキと、なんかスリムなジャンキだなこれ。あ、でも特に買うものないか。あ、一応武器とかなんか新しいのないか見とくか。ないね。よし、じゃあ上に行きましょうか。ここから登る？あ、こっちか。集中していく。あ、出てきた。あ、こいつは新しいやつではないな。え、新しいやつか。連携しよう。見破りやって、風攻撃でバスゲージはたまりやすい。正しいやつだな。これでもバーストしちゃうか。でこっちに AR をやろうか。集中していく。ここまで。当然の結果だ。よし。しかもちょうど風のマテリアがレベル上がった。なんか飛んでんな、そう。なんなんだあれは。これはまだ上ではないよな。
上向かって、まあ、この瓦礫を伝っていくって感じか。そんなうまいこといくもんなのかな。メガポーションめっちゃいいじゃん。下行くじゃないな。え、これどこ行くの。あ、これか。いや、これいつ足場崩れて落ちてってもおかしくないけどな。だいぶやばい状況であるよな。バレットでかいのがいるな。連携してこ。あ、バレット。ガンナーじゃないから。こういう時とあれだな、困るな。あ、なんか捕まった。オッケー、できた。で、見破って風攻撃、はい、バーストしやすい。こっちも風か。風多いな、ここら辺。よーし。いや、この飛んでるやつマジでだな。しかもバレット銃じゃないから余計にないわ。あそこを登るんだよね。ちょっとでも崩れたらヒュードンタだ。今に始まったことじゃない。あ、歩きマニア。安全な道なんてとっくになかったな。アリクマニが復活じゃない。完遂したわ。AP アップ。組みにしたマテリアの AP 獲得量が増えます。ああ。なんか。あ、AP ってなんだ。アタック、あ、そういうことか。いらねえな、そんな。あ、いや、でもいるか。早くできるってことだもんな。よし、じゃあ行こうか。なんか思ったほどだったな。 AP か。まあでも悪くはないか。もっとなんかすごいやつがあると思うけど。このロープ救助隊のかな。この辺から上がれんじゃねえか。え、ってこと。ああ、これ使うってことか。ワイヤーが使えそうだね。ロープが垂れ下がってるところを狙って。失敗して落ちんだよ。いいか、ワイヤーはなセンスだ。わかるか。ああ、うん。登ると戻れないからね。準備はいい。あいつすげえ落ちそうだ。ワイヤーアクションとかあるのか。垂れたロープがポイントを探す必要があります。はあ。上の方からロープが垂れてねえか。なるほどね。センス20までですね。楽勝だな。もっとペースを上げてもいいぜ。捜索か。上等だ。目的を忘れるな。わかってるよ。まずはエアリスの救出だろう。うわ、あの飛んでるやつと戦いたくねえな。
あ、これ、え？ソルジャーサーブじゃん。急にソルジャーサーブできた。まあクラウドはファーストですけどね。サードは最下級のもので、ん？最下級であるものの一般兵をはるかにしのぐ戦闘力を有する。なるほどね。やばい、一瞬で削られたんだよ。たまるわけにはいかない。やばいな。いや、あれしたかったけどな。頼らせてもらうぜ。こうバレットのなんだ、技を当ててさ、ゲージ貯めて普通に銃に戻したかったけど。戦わないんだ。よかったよかった。飛んでる人はちょっと勘弁だな。いや飛んでんな。ワイヤーを引っ掛けてよ、飛び越しちまおうぜ。ナイスアイディア、最高だバレット。どこ行っても飛んでやがる。ギリギリじゃない。あー、これはバレットだな。バレットの体重が重すぎた。ド派手な登場になっちまったな。気合すぎる。おう、引っ越せよ。伝わったか、畜生。あー、ちょっと一瞬とこ来てほしいな。 OK、ここで殺したい。オッケー、もう一発いけるんじゃない？あ、いや、オッケー、いったか。これどんくらいだろうな、今。いたぞ、捕らえろ。私に任せて。そこ、気をつけてね。俺が出る。どうしようかな。バレットで、とりあえずあいつ、どっくらすか。で、クラウドでここら辺にダウン。あ、これいける。オッケーオッケー、このままいける。オッケー、でかいわ。あ、すげえ、そのままもう移動してるわ。あいつさっきやるか。どうしようかな。突き崩す、叩き蹴る。弱っ。落ち着いていけ。俺の見せ場だ。もしと、もしあっちが、もしあっちが行って、オッケー。でグランドブロー。オッケー、もう一発いけんか。邪魔見やがれ。ターゲットを確認した。そっちはどうだ。じゃあ行くよ。これだいぶいってるんじゃないかな。出た。バレた。今やばい。カード。今。これやって。終わりだ。やってみ。先手だ。オッケー、ギリ挟まった。堂々と行こうぜ。次に取り逃したはないよな。あ、でもこれでどうだ、どんくらい溜まったんだろう。あ、グランドブローマックスなってる、よかった。じゃあちょっと別のにしようかな。
これで上もだいぶ落とせるようになってきたな。バレットに頼むわ。登れるかな。どれ？ああそっか。今度は崩れないといいけど。その畳みかけるぞ。音があるな。え何？なんだこいつら。待ち伏せしてたのか。なんてせこいやつらだ。ソルジャーの風上に置けぬ。成敗してやろう。かかってこい。連携しよう。待ってます。あ久しぶりのバレット この10バージョン。期待してるぜ。硬いな結構。空中の敵を拳で落とすティファ。輝いてるね。どうってことない。よし。飛んでる敵をタコ殴りにしてやったわ。闇に潜むジャズアレンジのミュージックディスク。ジャズアレンジ結構あるね。すげえ。なんだろうなこれ。ヒョウかな。黒ヒョウなのかな。またこうマイクがあるっていうのがいいね。じゃあいきますか。ここで合ってんのか。特に何もないかな。上で上がると何もなさそうですね。で、あこれちゃんと矢印出てるんだ。ありがたいな。いるなロボットが。あこれ今めっちゃいいかもな。あダメだ全然良くねえわ。なんかすごい光、すごい光だわ。すげえ2体一気に倒した1回のやつで。オッケー。悪くない。やっぱりバレットこの銃がいいな。よいしょ。あまたこいつらか。おらい勝てたね。ハイポーション。久々だなハイポーション。あーでこっち合ってんのか。一旦こっち見とくか。あやなんだこっちが。なんだウェイ続く道。こっち正解なのか。いや違う。どっちが正解なんだ。不正解から行きたいんだけどな。あのどの道あそこに行くのか。いやじゃあこっちが正解だ。ということはだよ。ということはまずあそこから行くべきだね。まさかこれ無意味パターンですか。はい、ああよかったちゃんとこれ。これはマジックリング。マジックリングとは、自分の付与する強化効果の、継続時間が長くなります。なるほどね。強化系のやつだったら悪くないね。よしじゃあ行きましょうか。あはい、なんか出てきたんだけど。あもうこいつ一旦見破りしないと。え
で見破ると。なんだ、一定ダメージ与えるためにバースゲージが溜まる、溜まるのか。じゃあ、あ、雷か。私に任せて。キワが結構有効だな。キワ殴るたび雷が入るから。どうしようかな、これかな。バーストした、バーストしたから3だかでもっておくか。やってやろう、おう、やっちまうぞ。あ、終わった、すげえ。うん、分かってる。半分ぐらい残ってたんじゃないかな、体力。それを3だかで一気にいった。やっぱ機械には雷か。これはまたどっか崩れりゃ真っ逆さまだな。昔おばあちゃんも言ってたからな、機械相手には雷で攻撃しろって。これおばあちゃんの豆知識じゃない、知恵袋。これおばあちゃんの知恵袋。そう、なんか仮面ライダーでさ、おばあちゃんが言ってきたみたいなセリフ言う仮面ライダーいたよな。なんだっけな、おばあちゃんが言っていたで名言言う人、あれなんだっけな、仮面ライダーないんだっけな、覚えていいな。まあ多分今これは調べて出てると思うけど、いや、カブトだ、思い出した、調べるまでもない。仮面ライダーカブト、水島ヒロさんが出てたね。目に焼き付けておこうぜ。え、何？わ、すごやーば、なんか飛んでるし。大災害の後やん、いや大災害の後か。神羅のど真ん中に行くのかと思うと燃えてくるぜ。燃え尽きるなよ。心配すんな、この気持ちは尽きねえよ。あ、でもシンプルにこのやつって二重構造になってるわけでしょ、下と上で。耐震とかどうなってんのかな。地震来たら上もまあまあやばいよな、もし崩れるとしたら。すごいな、あ、でも上綺麗だと思ったけど、あれ違うな、星空じゃねえな、あれ偽りの星空だ。あ、上になんかあるね。暴れがいがあるってもんだ。そっちはどうだ。行くよ。すんげえ飛んだんだけど、変えた瞬間すんげえ飛ばされた。いや、多分このディーン・グローも地上にいる人間はまさかこんなに上空を飛んでる自分のところまでジャンプしてくるとは思ってもなかっただろうな。え、あいつここまでジャンプしてくるんだかみたいな、聞いてないですみたいな、そういうことを思ってただろうな。こんなところかな。怖いよな、あんだけ上空にいて優位性を取ってにもかかわらず地上にいるこの女性が急に飛んでくるんだもん。なんだろうな、そこ。ティファーがずっとつけてるんだわ。ここが踏ん張りどころ。また頼られちゃうな。よくこんな場所でジャンプできるな、すげえお前。バレット声大きい。
なんか来た。隠れる。すっと遅れたな。戻ってきやった。もう戻れねえな。進めるなら問題ない。そうだ。急に隠れるのやめたな。あ、そういうことか。いた。ちょっとずつあったら、え？走らないためやな。ちょっと当たるな。クラウドが足まといになってる。すごい食らう。お、クラウド死ぬな。ちょっとずつ食らってるな、これ。受かりはねえってわけが。引き抜きか。おう、任しとけ。狙うぜ。で、何クラウドをまず回復させて、リジェネでもつけときますか。でヘイストをバレットに。で次、自分かけて、で最後にクラウドへ。これであれ OK で、リジェネをクラウドが来たから自分にかけて、待ってました。こっちだな。あー、これ飛んだな。気合い入れてけ。どうよ。あ、バーストした。でも祈りして、オーバードライブからの、あー、どうしようかな。これかな。うわ、マジかよ、最悪すぎだろ。OK、 これ一体はもういける。で祈りして、ティファに変えて、あー、バーストした。うわー、ここでバーストするのか。うわ、これうざいな。クソうざだな。そんな君にサンダが。あ、終わった。やっぱサンダガだわ。サンダガは世界を救う。しかも箱あるな。いっか、あの箱はもういいや。飛んでんな。撃ち落としてやれ、あんな奴ら。今あの上の回ってる部分撃ったら死ぬだろ、落ちてって。倒せない相手じゃない。炎か、炎と、あ、そうか、炎と風か。じゃあクラウドにエアロガオを盛大にぶち込んでもらって、終わった。うわ。マジ弱ったな。最高でも。散々あいつらには悩まされてきたから。ここのこの BGM いいね。バイオリンのこの感じ。こっちだね。向こうだ、こっちだ。
うわー、またなんか通路がいっぱいあるな。万能薬、まあ、下行くか。いや、行けねえ。ちょっとありがたい。クラウド、あー、ちょっと綺麗。やばいな。でもまた店やろうぜ。うん、やろう。クラウドも手伝ってくれる？安くないぞ。ちょっと給料は高めにね、もらっとこう。あ、そっか。あれ、なんもないよな。なんかちょっと終盤感してきたな。お前、壊しとくか。おお、フェニックスの結構いいの入ってたな。やばい、またクラウドだけちょっとずつ撃たれていく。これなんだろうな、こういう蛇行運転したら、ああー、そういうことか。そういうことっぽいな。ちゃんと的確に避けるっぽいな。追いかけっこはおしまいか。頼んだぞ、俺の見せ場だ。ね、ヘリガンナーか。こういう感じで戦うんだろうね。ガン虫だな、あいつら。ガン虫なんだけど。やべえ。雷属性。まあ、雷だよな。うわ、うぜえ。遠距離攻撃と魔法攻撃でバーストたまりにくいって。うーわ。やらしいな、あいつマジで。ちょっと上がってんな。狙うぜ。いて、やばい。まあ、一旦これぶちかまし、いや、どうしようかな。バースト効果大事な。こっちぶちかましとくか。あ、これやばいかな。よかった。よし、やっちゃう。ティファが、今回はちょっとティファがあれだな。そっちは任せる。おう、引っ込んどけ。引き去る。とりあえずヘイストをかけてもらって、もっと語ろう。備えておこう。よっしゃ。クラウドショット使ってんの。7パーム。そっちか。うわ、しかも燃えてるし、うぜえな。もっと語ろう。はい。うん、やーべえ、うぜえな、ナパーム。大丈夫か。よう耐えたな、ワイヤー。あれ重量やばいと思うぜ、マジで。クラウドの剣プラスバレットのこの巨体、何キロあるんだ一体。
そこだ。一旦乗りします。これ物理攻撃したいけどな、ちょっときつい、きついな。あ、あ、なんかやばそう。あ、今だ。いやー、どうしようかな。あーで最悪タイミング。あ、なに、うわ、めっちゃ今チャンスじゃん。チャンスだがって感じだね。オッケー、でかい今の当てたの。これめっちゃダンス、チャンス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 、ボーナスチャンス。もうやりまくろう。当たんね。あ、ブーストしよう、うん、もっと頑張ろう。じゃあブーストってなんか最近使ってないか。これもう一気に一気にいきます。はい、でここでクラウドはインフィニティ足りない。バレットはこれやる。でインフィニティエンドやって、チャンスは逃さない。これまだ。繋いでいこう。わ、だいぶこれダメージ与えたんじゃない今のところ。どういうことやん、なんかやばそうだなこれ。あそこロックオンできねえな。頼られんじゃな。ちょっとリジェネかけとくか。なんてことだね。おいおい、マジかよ。車線に注意しろ。あれ、なんか入ってんな今。何が入ってんだ。あー、全部耐性ついたんか。なるほどね。あれは壊すとかじゃないな。ロックオンできないしな。あー、マジか、よくられなかった。あや、あや、待って、これめっちゃ良かったんじゃね今の。なんか知らんけど当たったわ。あいつに多分そういうことでしょ。当てて大ダメージ与えるみたいな。あそこにおびき寄せて大ダメージ与えるっていうパターンのやつだったんだけど、それを俺はたま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 こなしてしまった。あめ、あー、落ちなかった。あ、待って、ギリ当たったんか今。なんかすげえ順調にいってる。一番最初たまたま当たって、そしてもう一回がなんか知らんけどギリ当たって、そして今なんか知らんけどギリギリでずっとバーストしないっていう。あれ、もう一回これか。からくりさえ分かってしまえば眠たいのはあかんよ。俺の見せ場だ。これはやばいね。こっから反撃だ。はい、はい、魔法モード起動してる。眠いバージョン、はい、ずっとってくんだけど、はい、当たった。あ、死んだ。意外とあれちゃんとはいらなくてもいいんだな。ああ、やったぜ。これが俺らの実力よ。爆発すんじゃね。なんだ、しまった。
スリル満点だったな。うん。さ、もう一息。こっからだな。準備運動は終わりだ。ワイヤー頑丈すぎだろ、あれ。すっげえ頑丈だな、ワイヤー。ていうか、バレットあいつ、あの銃の方の腕にさ、巨大なワイヤーみたいなやつ。つければいいのに。よし、止まれ。大歓迎じゃねえか。こうして見ると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。やっとこのね、死んだビルの前まで来たということで。いやー、まあなんかね、最後のあのボスはね、なんかよくわかんないですねよくわかんないままあのビームに当たって、なるほどそういうことかっていうことに気づいて、でその後もなんか足元にめちゃくちゃ眠くなるやつがあったんですけど、でクラウドもやられて、なんかもうちょっとごちゃごちゃしてる中、なんか知らないけどビーム当たってまた結局倒すっていう。意外とね、あれね、なんかビームの範囲があるじゃないですか。その外にいたような気がするんだけど、結構当たってたな。なんかガバガバなんかな、判定的には。まあでもなんか無事、まあ、一応クラウドやられたけど難なく倒せてよかったですね。はい、ということで、次回ね、この新ラベルに潜入したいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。では、もう一回。